カルタゴでのワイン生産を描いたモザイクの一部、ルーブル美術館収蔵。チュニジアワインとは、チュニジア国内で生産されているワインを指す。チュニジアワインの歴史は、古くは、フェニキアとカルタゴの時代にまで遡る。チュニジアワインは、ロゼワインの生産が大部分を占める。フランスで販売されている、チュニジア産、ロゼワインのワインラベルチュニジア産、ロゼワインのワインラベル郷のチュニジア領内での、 ワイン生産はカルタ語が成立した際にフェニキア人によって導入されたと推定されている。カルタ語の農学者であるマゴンはワイン生産について実著で触れた。この書籍は後にフェニキア語からラテン語へと翻訳され、コルメラのような後世のローマ帝国の作家により引用された。ワイン生産は紀元前146年にローマ帝国がカルタ語を占領した後も続いた。 紀元後8世紀にアラブ人が現代のチュニジア領土を征服するとワインの生産量は減少したものの完全に捨てれることはなかった。1881年にフランスのチュニジア侵攻が起こると他のマグリブ諸国と同様に大規模ワイン農場経営がチュニジアへと導入された。1956年にチュニジアが独立した後もワイン生産は続いたが専門的な知識 技術の不足が問題となり、ワイン農場の占める面積は徐々に減少していった。1990年代後半以降、チュニジアは複数のヨーロッパ企業からワイン産業への投資を受け、2000年代以降ワインの生産量は徐々に増加している。2008年時点で、チュニジアには約3万1ヘクタールのブドウ農園があり、そのうち半分以上が、 ワイン生産のために使用されている。また、残りの半分はほぼすべて、食用ブドウの生産に使用されている。2000年代初頭時点で、チュニジアのワイン生産の約60から70%がロゼワインで占められており、25から30%が赤ワイン、白ワインの生産は10%以下となっている。チュニジアのワイン農場のほとんどはボン・ミサキ半島及び、 その周辺地域に位置している。チュニジアには以下の7つからなるアペラシオンドリジーヌ・コントロレ認証が採用されている。チュニジアでワイン生産に使用するブドウ品種は南フランスのワインと似通った品種を使用することが多い。ロゼや赤ワインの生産に使用されるブドウ品種としてはカリニャン、ムールベードル、サンソーアリカント、ブーシェ、グルナッシュ、シラー。 エルローなどが一般的である。また、白ワインでは、マスカット、シャルドネ、ペドロヒメネスなどの品種を使用することが多い。ありがとうございます。